位の松本の対戦。長いボール、ジネイがターゲット、直接いった、ジネイのヘディング、移籍2戦目、結果を出しました。ジネイ、アディショナルタイムの1点、やはりセットプレーだった。ここしかないというところのヘディングですね。素晴らしい打点ですよね。多分どの選手もやっぱジネを狙ってくるって分かっていたとは思うんですけども、はい、それを上回る高さと、まあ、コースでしたよね。さあアディショナルタイムに点を取ったのはアウェーの松本。松本山雅ベンチは大興奮、大盛り上がりでした。そして井原監督は山瀬選手を呼びました。